こんにちは、キッシャンです。今日はこちらを紹介します。テレビの音を Bluetooth で送信。これを使うことで、Bluetooth 非対応のテレビなどの音声を、Bluetooth 対応のヘッドホンなどに飛ばすことができる商品です。送信機のデータは、Bluetooth のバージョンは 5.1。伝送距離は最大約10メートル。電源は USB からで、テレビとは 3.5 ミリのイヤホンジャックで接続されるみたいです。開けていきます。中には数枚紙ペラが入ってますね。保証書と説明書が2枚。こっちがメインで詳しく説明が載っています。これは簡単接続ガイドですね。かなり親切ですね。もう分かりやすいです。これが送信機本体です。キャップを取れば USB が出てきます。これが 3.5 ミリのケーブルですね。長さは1メートルはないですね。それでは実際に検証してみるんですけども、今回は以前紹介したアンカーの Bluetooth 受信機と Bluetooth のイヤホンで検証してみたいと思います。今回分かりやすいようにコンセントから電源を取ります。それでテレビにつなげるコードも状態が見やすいように延長しておきます。まずこの先をテレビのイヤホンジャックに挿します。これでテレビの音が聞こえなくなりました。次に送信機本体ですが、本来こちらの USB に差し込みますが、今回はここから電源を取ります。赤ランプが点滅してペアリングモードになりました。ここで受信機の電源を入れてペアリングを始めます。ペアリングが成功して赤ランプが点灯に変わりました。はい、これでつながりました。これはもう最近の車では普通ですね。で、走行距離が。で、受信機の電源を切ると送信機がペアリング状態に戻ります。続いて、Bluetooth イヤホンでテストをしてみます。ケースから出すと、ペアリングが開始されて、はい、つながりました。左右特に問題なくつながりました。それでケースに戻すと、またペアリングが始まります。遅延のテストをしてみましょう。現在音は有線でつながっています。はい、今は送信機を使ってこのスピーカーから無線で音が出ています。やっぱり若干の遅延はありますね。そんなにひどくはないですけども、音ゲーなどには厳しいかもしれないですね。今日はテレビの音を Bluetooth で送信できる Bluetooth 送信機を紹介しました。家の中だと3部屋向こうぐらいでちょっと途切れることがありました。まあでもなかなか頼もしい商品だと思います。それでは。